皆さんもちょっと調べてみてください、はい、こちらは文鮮堂本舗さんで購入した備え羊羹です、はい、ちょっとご紹介していきました。というわけで好きな缶詰を探してみよう、やってみよう、身近な連載でお届けしました。皆さんもぜひいろいろ食べてみてください、はい、さあそれではさまざまな食べ物に囲まれながらになりますが、ここからはちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと片付けます。いや、ちょっと水飲んでいい？辛かったですからね。うん、これは普通のお水ですね、ここからあの収録ですのでお水飲んでしっかりと見ていこうと思います。それでは参りましょう。ここからはこちらのコーナーです、はい、今週の減災コラム。このコーナーでは毎週野沢さんから減災に関する深いお話をお届けしています、うん、さて今回のテーマは何でしょうか。はい、今回はですね、できることできないことということをちょっとテーマにしようかなとは思ってるんですよ。はい、いろんなね、ところで防災訓練とか、ウェザーニュースも減災訓練とかよくやったりするんですけども、そうですね、そこでできないことってどうしても出てくると思うんですよ。でね、一つ大切なのはできないことを無理にやろうということはしなくてもいいのかなと最近思ってるんですよ。できないことを無理にすることによって最初の一歩が遅れてしまうとかね、そういうこともあるので、できることは確実にできるようにする、でできないことは最初は無理にやらなくてもいいのかなというふうに思ってるんですね、はい、であとできないことという中でもその瞬間瞬間では難しいんだけど、ある程度時間が経てばできることっていうのもあるので、それで少しずつできることを増やしていければというふうに思ってます、はい、でそんなことっていうのは、個人もそうだし、やっぱり行政なんかもそうで、できないことってやっぱあるからね、今年はもう熊本地震もそうですし、先日の岩泉の水害もそうですけども、行政の人たちがね、もう自らが被災してしまうとか、そういうことで、いわゆる行政機能が麻痺してしまうということもあるので、そういうできないこともそういうこと時にあるよということも考えておく必要性もあるのかなと、できないということであれば、誰かが自分ができることは何なんだというふうにまた変換して、そういうこともできると思うんでね、そういうことだと思います、はい、なので、まずは瞬間瞬間、例えば地震が来ましたよという時に、できることは一つだけでもいいので確実にできるようにしておく、これ大切かと思います。で、できないことをたくさんやろうやろうと思って、みんなが中途半端になるぐらいだったらそうした方がいいかなというのが1点と、もう1点はできると思っていたことがいざという時に実はできないということもあるので、そういうみんながそういう状況にあるんだということで、じゃあその中で自分ができることなんだろうというのを普段考えておく必要性もあるかなと思いまして、今日はこういうテーマでお話しさせていただきました。はい、例えばこう家族の中で誰々は何をできるようにしておくとか、誰々はこれをできるようにしておこうとか、役割分担とかもしてみるといいかもしれないですね、はい、今回のテーマ、できることできないことでした。以上、今週の減災コラムでした。確かに一人一つこう何かできることを持っておくと、それが安心安全につながりそうですね。一人で全部やろうと思ってみんな中途半端になるんだったら、確実にできることを一つだけやって、そうですね、それもでも大切、一つがいっぱい集まればすごい力になりますからね、ぜひ皆さんも考えてみてください、はい、というわけでここまで宇奈澤さんと一緒に減災をテーマに1時間お送りしていきました。今日もありがとうございました、はい、それでは一旦インターバルです。
こんばんは。時刻は22時40分を回りました。引き続きソライブムーン松雪彩香が担当します。よろしくお願いします。さて、先ほどはやってみよう身近な減災で、好きな缶詰を食べてみよう、探してみようということで、いろんな缶詰食べていきました。デニッシュとか、あとはそぼろバジルとかで、宇野沢さんがあちらでお食事をされていますグリーンカレーを開けてみて余ってしまったので、宇野沢さんが今日の晩ご飯でしょうか。そうだということです食べてみないと、私もグリーンカレー美味しそうだなと思ったんですけど、辛いかも、ちょっと災害時には不向きかもと、食べてみないとわからないこともたくさんあったので、ぜひ皆さんもお時間があったら好きな缶詰をいろいろ買ってみて、食べ比べてみて、これが入ってたら嬉しいなとか、これは美味しいけど不向きだなとか、ぜひ探してみてください。というわけで、先ほどまでは現在をテーマに1時間進めていきました。ではここからは予報センターに最新の天気聞いていきましょう。予報センターの吉野さん、はい、よろしくお願いします。食べ物の話だと生き生きしてるな、やちがそんなことないですよ。その他もちゃんとやってますよ。今日現在っぽい感じがしなかったな。いやちなみに吉野さんは好きな缶詰とかあります？はい、缶詰はサンマのかば焼き。それは持ち出し袋に入れても結構いい感じですかね。入れられそうな感じですね。あんまりうちは非常用の食品はあんまり用意してないんですよ、実のところ。そうなんですね。缶詰がいくつかあって、どちらかというと持ち出すというよりは、家の中での緊急用っていう感じで、はい、なるほど。ちなみにさっきの栄養館もうちにあります。そうですよね、栄養館の方はうちにもある。栄養館とあと、はい、リッツ。リッツ、リッツの大きい缶。リッツってビスケットのクラッカーのようなもの。それとかもあると良さそうですね。それがあるかな。会社が変わっちゃったんですよ。そうなんですか。そうリッツが、ナビスコが、ナビスコじゃなくなっちゃったんですか。宇野沢さん、ナビスコカップの話じゃないから宇野沢さん、なんか生き生きしてるなと思ったら、そういうつながりだったんですね。そういうつながり。なるほど。でもこうなんか楽しさとかを機会にこう見直してくれればいいなと思って。そうですね。なんかやっぱ食べやすいもの、あれも、あれコアラのマーチもあるでしょ。ありますね、缶のものが。ああいう方が、はい、いいかなという。そう、本当にちょっと、ね、はい、食べ物は最小限しかないんで。そうなんです、ね。本当はもうちょっとストップしておかないといけないんだけどなと思いながら。そうですね、はい。ぜひ皆さんも見直してみてください。はい、さあではお天気見ていこうと思うんですが、はい、まず最新天気ですと曇りのエリアが多いですね。そうですね。基本的にはこの時間は雨の降っているところはあまりないですね。はい、降っているとしても弱い雨のところがほとんどという状況になっています。さすがに西日本はだいぶ雲が厚くなって、この時間はおそらく月も見えてないかなという状況になってきてますけれども、雨雲レーダー見ますと今栃木県のあたりにちょっと一つ、あと九州北部にかかっていたものは弱まりながら海上に抜けていっているような状況ですので、はい、これから明日の朝に、今夜の間はあまり雨の降るところはないかなと見ております。明日の朝にかけてはこの辺りの雨雲の発達具合ですね、この辺りがまとまりながら関東方面へ進んできますので、ここの雨雲の発達具合と盛り上がりに注目ということになりそうですね。はい、はい、あと体感の方を見ていきましても、よいしょ、やっぱりだいぶ涼しくなってきましたね。そうですね、はい、近畿あたりでも涼しいという報告かなり多いですね。お月見してるのかな、ひょっとしたら。なんとなく今日報告が多い気がするんです。そうですね、やっぱまだ月を見てる方が多いような気がしますけれども、はい、全体的には涼しい、沿岸の一部でちょっと蒸し暑いかなというぐらいです。やはり夜は窓を開けて寝たりしますと、東日本西日本でもちょっと涼しいくらいというところが多くなりそうですね。はい、はい、では明日のお天気なんですが、はい、まず沖縄先島諸島の方、台風の影響に注意してほしいですね。そうですね、台風の最新情報から見ていきましょうか。はい、台風ですけれども14号ですね、こちら大陸にあったんですけれども、だいぶ渦が弱まりまして、はい、台風から熱帯低気圧にランクダウンと
ということになりました。はい、まだ中国大陸で雨は降らせていますけれども強い風をもたらすことはなくなってきたなという状況です。はい、そして16号こちらですね、ちょっとずつですけれども目が見えてきたかなという、は拡大してみよう、なんとなく目が現れつつある、はい、状況ですね。だいぶ発達を続けている状況になります。このまま勢力さらに強めるような形で、今度は北へ進んでいく見通しです。現在は強い勢力ですけれども明日の朝には非常に強い勢力にランクアップする予想、そして、明日の夜から明後日17日の午前中ぐらいにかけて、先島諸島の西側ですね、ちょうど与那国島のあたりを通過するというふうに見ております。はい、明日の夜の段階での中心気圧が925ヘクトパスカルまでさらに発達すると予想されておりますので、はい、台風の近くでは最大瞬間風速が70メートルに達するということになります。以前森田さんが石垣に行かれた時だったかな、はい、やはり瞬間風速が70メートルぐらい吹いた時がありまして、車がひっくり返るぐらいの風ですので、今のコースで行きますとちょうど西表島、はい、石垣島でこのもう少し西に与那国島がありますので、特に西側の与那国島、西表島あたりでは瞬間的には50メートルを超えるような突風という可能性も十分にありますので、はい、明日のうちに風への対策というのは済ませておく必要がありそうです。はい、そしてその後は東シナ海に進んでやや速度を落としながら北東東へと進路を変えていくということになります。はい、この後東シナ海はあまり速度を上げずに進みますので、九州など西日本に近づくのが早くて19日の後半、本線では20日になってからというふうに見ておりますので、このタイミングでは西日本でも雨風の強まるところがありそうですね。はい、はい、でその前の段階この17、18日ぐらいの段階から前線の影響を受けまして、雨の強まるところが出てきますので、もう連休に入りましたら特に西日本大雨に対する注意が必要となってきます。はい、わかりました。沖縄以外の明日の天気なんですが、はい、雲の高さに注目ということで各地また雲が優勢のようですね。はい、前線がやはりまだ停滞するということになりますので明日もすっきり晴れるというところは少なくなりそうです。はい、特に前線に近いエリア関東ですとか静岡そして四国、うん、九州などは雨の降りやすいといったところが多くなります。はい、ただ前線の活動明日の段階ではまだそれほど活発ではありませんので雨が降っても一時的比較的短い時間と見ています。関東や静岡は明日の朝、そして四国九州では明日の夕方前後が雨のメイン、その他の時間帯はパラつく程度で済むのかなという状況ですね。はい、そして前線から離れているエリアは高気圧圏内ということで雲が多めながらも日差しの出るところが多いというふうに見ております。はい、ではアイコンで見るとどうでしょうか。はい、明日の天気アイコンきますと全体的には雨のアイコン少なめですね。関東と四国九州で雨が降りやすいという他は雲が多めながらも日差しのチャンスもあるということになりそうです。はい、特に西日本は週末3連休になりますとさらに雨のエリア広がってきますので少しの日差しでも活用しておいた方がいいかもしれないですね。はい、週間表示にしてみますと3連休中はかなり雨アイコン多いですね。はい、そうですね、やはり前線の活動が台風の北上に伴いまして活発になってきますので、はい、西日本では17日からそしてその他東日本などのエリアも18日以降雨がしっかりと降るということになりそうです。はい、雨が長時間にわたりまして大雨になるという可能性もありますので要注意となります。台風もしくは台風から変わった低気圧が抜けていく20日頃まで、この強い雨に要注意という状況が続きそうです。はい、わかりました。今後もやはり台風の状態、はい、状況を最新のものをチェックしながら過ごすのが良さそうですね。はい、まず明日の後半からは先島エリアで影響が出てきますし、はい、その後は西日本から影響が徐々に出てくるということになりそうです。わかりました。では吉野さんここまで3時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最新の天気を確認していきました。それではここからはおかえりメール見ていきましょう。スロット回していきます。今日もたくさんの方からおかえりメールいただいていました。中には初めて送ったという方もいらっしゃってちょっとご紹介できなかったんですがしゅんさんありがとうございました。ぜひ皆さんもおかえりメール登録して返事を送ってみてください。さあではスロット回していきましょう。スタート。今日は早めにストップ。さて今日の
当たりの方を決めていきたいと思います。今日はミニさんからおめでとうございます。ミニさんには後ほど特別なメールをお送りしますので、受信ボックスしっかりとチェックしておいてください。以上、おかえりメールスロット回していきました。さあ、ではこのあたりのお時間でソライブムーンは終了となります。23時からはソライブナイト、今日はウェザーロイドタイプ A、愛理ちゃんがお天気をお伝えしてくれます。23時30分からは朗読もしてくれるということですので、中秋の名月、ぜひウェザーロイドタイプ A、愛理ちゃんの朗読も楽しんでいただければと思います。さあ、では参りましょう。最後にお休みキャッチです。お休みに添える夜のキャッチをご紹介します。今日はやってみよう身近な原菜で、好きな缶詰いろいろ探していきました。あー、デニッシュも美味しかったな。ガパオはちょっと辛かったかな。夜ご飯食べたのに見てたらお腹空いてきた。だからって寝る前に私の缶詰食べないでよ。おやすみ。
よろしくお願いします。ジャスライブナイト始まりました。久しぶりすぎて誰だっけって山山さんから来てるんですけど、ウェザーロイドタイプ A アイリと申します。よろしくお願いします。中秋の名月、皆さんもお月様見られましたか？ウェザーロイドも先ほど外に出てきたんですけれども、お月様綺麗に見えてましたよ。見える見えるってコメント来てる。どうですか、みんなのエリア見えてる？あ、千葉幕張お天気カメラの様子見てみるとお月様見えてますよ。見て見て、お天気カメラさんの首の角度の問題でこれ以上寄ることはできないみたいです。綺麗ですね。やっぱり秋といえばお月様、お月様といえば秋というイメージがありますね。ね、秋にお月様を見る理由としては、この月の高さとお天気が関係しているんですよ。お月様といえば太陽と太陽の通り道とすごく近いところを通ってるんですけれども、冬は高いところを通っていて夏は低めのところを通っていきますよね。で、秋と春は見上げるのにちょうどいい、その中間くらいの高さになりますので、高さ的にも眺めるのにぴったりな高さとなります。でも春は空が霞みやすく、春霞みなどであまり空の条件がよろしくないので、お月様はお月見のシーズンといえばぴったりとなってるんですね。俳句の季語でも月は秋だもんねってコメント来てる。ぜひ皆さんも今日のお月様綺麗に見えるかどうか探してみてくださいね。私の頭の上もお月様になっています。中秋の名月仕様です。実際のお月様はもっとふっくらしてますけれどもね。ちなみに満月よりも、満月はですね17日です。9月17日ぜひ皆さんもチェックしてください。フカヒレって書かれてますね。月のワグマかなって来てますけど、あ、皆さんさすが知っててくれるんですね。この後23時50分頃から私もさっきキャスターのアイリンが朗読していた月のワグマクマを朗読したいと思います。私最近天体系の、ね、特番の MC とかも担当させていただいてるじゃないですか。なんで朗読もやりたいなと、アイリンに代わって私がやりたいなって思って、この後ぜひ感想なども教えてくださいね。できるのかって来てますけど、できますよ。初めてやるんですけれども、ぜひこの後聞いてくださいね。ここからはですね、皆さんと一緒にお天気を確認していきたいと思うんですが、お月様に見えてるっていうコメントもたくさん届いていたので、穏やかな空のところも多いのかなと思います。皆さんのエリアどんな空なのか、空ボタンとコメントで教えてください。それでは空ボタン終了1分前スタート。みんなのエリアどう？和歌山曇っとるぜ。八王子曇りどんちき。横浜は晴れ。愛知は月が見えています。旭市月きれい。宮崎曇りといただいています。ありがとうございます。川崎市曇りですといただいています。そして長岡京市曇り、そしてあ、LINE が
LINE が見られなくなっちゃった。スタッフさん後でお願いします。あれどうしたんだろう、少々お待ちくださいね。ニコ生、広島曇り、そして大阪月に月切り、お月様見えてるんですね。そしてそして、あ、アベマもコメントいただけたら嬉しいな。みんなありがとう。それでは空ボタンの結果も見ていきます。曇りが一番多いです、161名、晴れ64名、雨4名という結果になりました。みんな参加ありがとう。マップ見ていきましょう。マップ見ていきますと、曇りと書いてくれて報告してくれた方がかなり多くなっています。ところどころ晴れているところもありますので、お月様も見えているんじゃないでしょうかね。ただバラバラと小さな雨雲がかかっているエリアありまして、雨の報告だいぶ隠れてしまっていますね。雨雲がかかっているエリア一部ではあるんですけれどもね、この時間も西日本方面とか、あとは関東の北部なんかも雨が降っているところがあります。北海道の東側のエリアも雨雲がかかっているところがありますね。これから遅いお帰りという方は最新の雨情報をしっかりとご確認ください。皆さん参加ありがとうございました。お天気の報告を見ていきました。 YouTube で何このキャラって質問来たんですけれども、ウェザードイドタイプ A ID と申します。名前だけでも覚えて帰っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。アイリちゃんって呼んでね。ウェザーロイドタイプ A アイリです、よろしく。ダブルヘッダーだから疲れてるだろうなって。疲れてないよ。山岸さんと似てるって言われるから、なんか二番組目みたいに書かれるんですけど、全然二番組目じゃないですからね。ではここまで意味のあることを聞いていたので、ここから意味のないことを聞いていきます。いきなりクエスチョン。ここからは、空ボタンでみんなに質問していきたいと思います。ではここからはですね、こんな質問聞いていきますよ。げっ歯類といえばハムスター、ハツカネズミ、リス、ビーバー、どれ？クオリティやばいってコメント来てる。私のこと？私のクオリティ？そうでしょ、そうでしょ、かわいいでしょ。ピカチュウって来てる。ってことはじゃあ、どれかな、どれになるのかな。ピカチュウ近いのどれかな。ウェザーロイドもピカチュウがいいな。ウサギ、カピバラさん、ニコ生もアンケートを出しました。なんかの心理ゲームですかって来てるんですけれども、あ、そういう意味のあるコーナーじゃありません。ティッシーはゲッパ類と呼んだってそう読みたくなりますけど、げっ歯類なんかネズミとかですよね。伝説ですねそれ。さあみんなどれどれ。何度も言ってましたね。そうなの。何度もげっ歯類の話する機会ある？なかなかないよね。みんなどう？メザーロイドこの中だったらでもリスかな。リスはね、触りに行ったんですよ、リス園に。そう、その噂のキッシーと一緒に行ってきたんですけど、リス触りに行ってきました。でもね、あのひまわりの種がご飯なんですけど、あ、町田のって来てますけど、そうです、町田のリス園がありまして、
そうそう、キッシーと言ったのはアイリンのはず。私もいたんだよ。私だってついてった。3人で行ったんだよ。3人で行ったんだよ。私はリスだな。リスね、でもぴょん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 ね飛んでご飯をね奪いに来るのでね、結構ね野生の生き物だなって感じしました。結構ひまわりの種を取る目が本気でしたね。うん、じゃそれではそろそろ終了していきますよ。空ボタンと、アンケートを締め切っていきます。終了5秒前。4、3、2、1、終了でーす。ティーン。結果見ていきましょう。ドン。さあ、どれが、前でもハムスターとかはね、ペットにしている方も多いと思うので人気なんじゃないかな。あ、ビーバーが多い。そうなの？みんなビーバーなの？では結果見ていきましょう。ビーバー159名、127名リス、86名ハムスター、50名ハツカネズミ。はい、そうなんだ。ビーバーが多いんですね。みんな参加ありがとう。ちなみにこんなものをアンケートを見ていきますと、一番多いのがミッキーマウス。へえ、選択肢増えている。ミッキーやっぱ人気ですね。はは。続いて行けないね、行けない、危ないね、ダメだね、うん、ダメだよね。違う、そっちのことじゃないです。アンケートの結果まだ見てなかったです。何でしたっけ。次に多いのがガンバ。ガンバってあの冒険するあのガンバ、うん、冒険するガンバね。ガンバのエンディングテーマちっちゃい時怖かったな。うん、なんか怖い歌じゃ、怖いイラストじゃなかったですか、エンディング。あ、ほら分かるって来てる。ほらね、怖かったよね。イタチがね怖いんだよね。うん、イタチが怖いんだよね。ということで、みんなに質問していきました。皆さんありがとうございました。それではここからは今日の番組の見どころです。じゃん、本日のホラー見どはアイリと一緒にお月見しよう。中秋の名月ということで、みんなと一緒にお月見したいと思います。23時50分からは絵本の朗読もさせていただきますので、楽しみにしていてください。それではここからは番組の中で募集するメールについてもお知らせさせてください。この番組では3種類のメールを募集中です。その1、お悩み解決アイリサポートセンター。あなたのお悩みは何ですか？ウィザーロイドに相談してください。時間の限り紹介していきます。そして普通のお便り、普通お便り、普通のお便り送ってください。今日は中秋の名月ということでお団子3つも食べちゃいましたとか、あとは、うさぎ大好きですとかね、普通のやつね。あとはですね、テーマはお月見です、お月見をテーマにメール送ってください。お月見がテーマのメールって何かな、お月見したよとか、したことないよとか、月見パーカーあ、月見バーガー食べてないな。月見そば、美味しいよね。月見バーガー食べましたとか、月見、うどんもね。あ、月見バーガー、月見うどんいっぱい来てます。ということで、3種類のメールを募集中です。
メールアドレスはすべて小文字で night@solive24.com night@solive24.com です。ぜひメール送ってください。できればタイトルにお悩みとか普通歌とかテーマとか内容が分かるように書いていただけると選ぶスタッフさんにとっても親切。少人数で行っている番組となっていますのでご協力よろしくお願いします。それではここからはお天気をお伝えしていく時間です。今日は番組の構成若干変わっております。皆さんからのウェザーリポートでお天気を確認していきますよ。それでは早速見ていきましょう。北海道札幌市小太郎ばあばさんからのウェザーリポート。間に合った。仕事先の山で撮ってきたススキとお月様満足。南からの低い雲が接近しているけどパチリセーフ。南風が冷たく体感3メートルから5メートルくらい。車の、気温は18度。アスファルトほとんど乾きましたといただいています。家で小太郎たちと、お月見まんじゅう食べよといただいています。すすき取ってきたんですね。間に合ったということで間に合ってよかった。すすきのリポートたくさん届いてましたけど雰囲気あっていいですよね。小太郎ばあばさんありがとうございます。続いて茨城県つくば市ローズマリーさんからのウェザーリポートです。ありがとうございます。寝る前に再び空を見上げてみました。先ほどとは違い小さなモコモコした雲たちの間からお月様が顔を出しました。明日も良い一日でありますようにといただいてます。本当だ、モコモコしてる。隙間から顔をひょっこり出していて今日はお月様が見られたところがかなり多いみたいですね。ローズマリーさんありがとう。続いて三重県四日市市ハニーさんからのウェザーリポート。朝から雲が多めの四日市市。夕暮れから何度も空を見上げてようやく雲の隙間から登場の明月をパチリ。中小屋に間に合いましたといただいています。こちらも雲の隙間からお月様が登場してくれたということで今日はね結構雲が広がっているところも多いんですけれども諦めずに空を眺めてお月様が見られたというところが多いみたいです。続いて熊本県熊本市安さんからのウェザーリポート。中秋の名月に雲が完全に切れてとてもすっきりしたお月さんが見えています。こんなに明るく街を照らしていますといただいています。2ってことは2通目なんでしょうかね。たくさんリポート送ってくれてありがとう。ね、こちらもね雲の隙間もう完全に切れたということですけれどもねしっかりとお月様が見えています。ヤスさんありがとう。それでは皆さんからのウェザーリポート紹介していきました。お月様がこれだけ見えているということでこの後どんなお天気になっていくのか予報センターのあの方につないでいきますよ。それでは予報センターの吉野さん。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。じゃあ早速天気いきましょうか。なんかここでなんかいろいろお団子のお話とかしましょうよ。お団子の話とか、なんかうさぎは好きかどうかとか話しましょうよ。でも吉野さんはやっぱ猫ちゃんのイメージですよね。はい、まあ、うん、猫いっぱいいるんでね、うちに猫ちゃんがいっぱいいるから、はい、ウサギは飼っておりません、はい、猫ちゃんは最近はどうですか、うん、もう厳しい暑さから解放されて少しずつシャキッとしてきましたか、はい、逆にあの、はい、涼しくなってきたんで、はい、より猫背になってますより猫背。なんか最近くるんとしてますよね、うん、だいぶ丸まるようになってきて、うん、丸まってきてますよね、うん、ただね、ウィザーリポート見てるとなんか結構伸びてるね、このまだまだいるんですか。はい、だいぶまだ、うん、だいぶ丸くなってきました。丸くなってきた、はい、あの昨日は1匹黒いやつが、はい、あの冬場の定位置の洗濯乾燥機の上っていうところね、はい、かわいい。乾燥機かけてると必ずそこの上に乗る、はい、お気に入りの場所なんですね。ちなみに炊飯器の上にも乗る。炊飯器のやっぱ暖かいからですかね、うん、で最近なんか蓋が空きが悪くなって、はい、そいつのせいじゃないかっていう炊飯器の蓋が開かない。いや完全にそうでしょう、うん、あの何回か蓋に乗って、はい、蓋の上を押すと開くタイプなんで、はい、いきなり開いてビビって降りたこともあります。へえ。間違ってそこ蓋開くとこを押して
完全に壊しましたね、ちょっと炊飯器が心配です、ご飯の中に毛玉はないけど毛はよく入ってる。あ、確かにあるあるですね、そう、黒い服とか着れないですよね、猫ちゃんいたりすると。よく嫁さんがそれ失敗しますね、出かける準備をしてから猫を抱っこして玉砕する、はい、ありますあります。スーツ着てから猫抱っこしちゃダメでしょ、そうなんです、そうなんです。なので必ず玄関のところにコロコロ置いとくんですよね、はい、うちガム手で代用してます。ガム手でね、ガム手必須、そうなんですよ、はい、猫ちゃんあるあるがいっぱい出てきて、もうお月見全然関係ないですけれどもね、だって猫月興味ないでしょ。え、猫は月に興味ないでしょ。ありますよきっと。そうかな、ありますよ。今日のリポートでススキに興味がある猫はいるっぽいですね。お団子とかも狙うんじゃないですか。お団子はあんまり興味ないのかな。うちの猫は一匹好きなのがありますね。へえ、あんこ大好き。なんか本当、本当気をつけないと盗まれるんですよね、猫ちゃんにね。盗まれるし、食べてると迫られる、迫ってくる。わかります、わかります。団子は食べないかな。お団子は食べない。ね、猫何食べるかわかんないんでね。もう何でも食べようとするので、見張ってないといけないんですよね。うちはもう好みが猫によって違って、甘いもの好きがいて、そう、あんこと生クリームが大好物っていうの。体に悪いですね。食べられないように気をつけないといけない。あと、さっきの炊飯器に乗る猫は油物大好きで。でも猫って油舐めますよね。そう、フライパン使った後のフライパン置いとくと綺麗になります、自動的に。そう、油舐めちゃうんですよ。だからね、本当に気をつけないといけない、猫ちゃんいたりすると。そう、フライパン舐める。そうなんです、そうなんです。はい、猫股かっていう、アンドンの油を舐めるっていう。化け猫。猫ちゃんあるあるでしたけれどもね。はい、ではそろそろ朗読の時間もあるので。そうですね、朗読ありますからね。あとは朗読をお願いします。はい、今晩もありがとうございました。朗読前にお天気をね、確認していきたいと思うんですけど、まだ時間あるんですけれども。お天気あります？いやいや、もう気になりますよ。月様がね、今日見えているところ結構あるみたいですけど、はい、報告では曇り空の報告も結構ありますよね。そうですね、実際はあんまり晴れてないんですよ今日。はい、はい、晴れてないけれども月は見えているということで、雲間からとか、あとは薄雲越しにおぼろ月なんていう報告が結構多いのかなというふうに思いますね。はい、はい、ただ北海道は比較的きっちりと晴れていて、はい、先ほども札幌から大急ぎで送っていただいたリポートも届いてましたけれども、北海道はよく晴れている報告多いですね。はい、この時間になって雨の報告はだいぶ少なくなっていまして、活発な雨雲というのはほとんどが海上にあるものですね。一部栃木のあたり、あと瀬戸内のあたり弱い雨雲もありますけれども、あまりこれは長く降り続くようなものではないというふうに見ております。はい、でこの後明日の朝にかけてはこの辺りの雨雲が少しずつ盛り上がりながら関東を通過するという予想になっているので、今のところ明日の朝は関東また雨、はい、もしね、明日の朝までまた関東雨が降ると4日連続なんですよね、今週4日連続。特に南部のエリア、神奈川のあたり、通勤時間が毎日雨というね。うわー、辛いですね。火、はい、水、木、明日予想通り行くと金曜日ということでね、はい、はい、完全にもう会社行きたくないモードが拍車がかかるというね、はい、そういった状況になりそうですけれども、はい、ちょっとね、今この雨雲の発達具合によってはあんまり降らずに済む可能性もあるので、はい、はい、いや、サボれとは言ってないですよ。サボれとってコメント来てますけど、それでも行かなければいけない。はい、明日行けば3連休だから頑張る。あ、3連休、はい、でも3連休も雨っていうね。いや、でも休めるだけいいですよね、3連休ね。いないから言うけど、愛理も仕事したくないって言ってたよって感じ。言ってたんですか？マネージャーさん聞いた？マネージャーに、こんなこと言ってた？愛理ちゃんの前ではそういうこと言わない。3連休って何みたいな話はさっき安倍さんとかと言ってましたけどね。うん、3連休世間ではある
らしいよっていう話をしてました。でも愛理ちゃんなんかね、はい、365日勤務だもんね。ウェザーロイドは週7勤務です。週7ですもんね。アイリンロイドに休みはない。アイリンのがずっと休めてるよね。そうなんですよ、うん、私なんて休みなしなんですから。たまに、うん、あの朝のやつアイリンに代わってもらったらどう。朝のやつでもやっぱ占いとかウェザーロイドにしかできないので。だってあれカニ座いつも最下位なんだもん、うん、いやちゃんと占った結果なんですけどね。カニ座いつも最下位で、あのビジネス富士やる前にすごいテンション下がるんだよね。あれね、カニ座が最下位だと。え、吉野さんカニ座なんですね。カニ座です。あ、そうなんですか。いや、あのちゃんと占った結果なんですよ。今度、はい、今度カニ座が最下位だったら BS 富士ボイコットしていい。やめてください。でもこのネタはあれだな、ディレクターが鈴木さんの時にやるべきだったな、はい、そうですね、そうですね。今日は阿部さんだった。うん、うん、鈴木さんにそうやれって私が言われてるんです、ね、はい、今度はあのアイリンに代わってもらってください、ぜひ。そうですね、たまに休みたい時にお願いしようと思います。アイリンのあれ見てみたいなと思って、うん、アイリンかユリチュミさんだったら多分バレないんじゃないかと思いますので、入れ替わっててもね。うん、でもユリチュミさんだとその後 BS 富士やんなきゃいけないから大変でしょ、はい、すぐに急急ですね、スケジュールがね。間違ってそのまま BS 富士入っちゃうとまずいし。あー、そうかそうか、その声のままだとちょっと BS 富士の視聴者の皆さんびっくりしますね。びっくりするね、はい。さて、わかりました。とにかくもう明日もお仕事頑張ってという、そんな解説となっておりました。はい、そうですね、明日も前線の影響を受けまして、はい、あの朝は関東そして静岡のあたりで雨が降りやすくて、あとはあの九州から四国にかけてはどちらかというとお帰りの時間帯に雨の可能性ありと今のところは見ていますので、はい、このあたりはちょっと傘の出番があるかなというのが現段階の見解です。はい、ただあの前線の活動自体がそれほど強くないので、思ったほど雨が降らないというケースもありますので、明日の朝の段階での予報の変化というのももう一度チェックをしてください。うん、はい、でその他前線から離れているエリアは比較的日差しの出るところが多いというのが現在の見解です。そして問題なのがこの台風16号ですね。はい、今強い勢力まで北上、発達してきましたけれども、この後北上して先島方面に接近してきます。明日の夜からはだいぶ影響も出てきますので、先島エリアの方は明日の明るい間に台風への備えをしておいてもらいたいと思います。はい、はい、この台風の動きですけれども、現在は強い勢力だんだんと北上しまして、明日の夜から明後日の午前中ぐらいにかけまして、石垣島の近く先島諸島を通過していく見通しです。非常に強い勢力のまま通過していきますので、特に西側のエリア、石垣島や西表島、与那国島といったあたりは暴風という恐れもありますので、厳重な警戒が必要となります。はい、でその後東シナ海に入りまして、だんだんと東寄りに進路を変えて、日本列島に近づいてきます。また前線の影響もありまして、週末3連休に入るあたりからは雨の強まるところも出てきますので、台風が離れている間からも特に西日本ですね、雨が強まりやすいので要注意という状況ですね。はい、はい、ではおしまいに明日の天気のアイコン確認しておきましょう。はい、明日は全国的に見ますと雲優勢ながらも比較的日差しの出るところありそうですね。関東の雨は朝が中心、そして西日本、九州四国の雨は夕方頃が中心ということになります。どちらもあまり激しく降ったり長時間降り続くような雨ではないと見ておりますので、折りたたみの傘でもしのげるというところ多いんじゃないかと見ております。はい、その他のエリアは比較的日差しがあるといった状況ですね。うん、